で新しく入ってきたニュースなんですが、うん、あの沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設計画をめぐって 国と沖縄県双方が訴えている裁判がありまして、今、あの、裁判が3つ同時進行で進んでるんですね。うん、で、えー、この裁判所が工事の中止を含む和解案を今まで示していて、沖縄県側は受け入れるとしていたんですが、国が拒否していたんですけれども、あの、安倍総理が先ほどこの和解案を受け入れると記者団に表明したというニュースが入ってきております。うん、で、どういう和解案かといいますと、まあ、詳しいことはまだ入ってきて,きてないんですけれども、うん、今までの法 報道によると、とりあえず一旦今、工事進んでますけれども、うん、とりあえず一旦工事を中断して、もう一回お互いがちゃんとテーブルについて協議をしましょうと、うん、こういう和解案のようなんですね内容がもっと入ってきたらね、これもみんなで話してみたいと思いますけど。ど、はい。えっと、民主党と維新の会が、党名を一般公募したって そうですねあの民主党と維新の党がこれから、うん、あ一緒になるにあたってどういう党名にしようかということで一般公募を募っているという状況がありますね党、はいうん、名なんて後回しでどうでもええことなのにでもで一般公募して、うん、で一般公募で選んでそれにしないかもしれないって言ってるんだろもうどうでもええよそんな名前なんてんねえ ねねっていうのもおかしいけどでもね一個ねいいこともあるんだよ宮城県で政策協定したのに野党側が参議院選のねそれはすごい私はなんでこれを 出すまでにもた,もたしたのかなって思うぐらい私だけど、全部私がそう願ってたことが、全部ばっちり、6項目ありまして、一、うん、つは立憲主義に基づき、うん、さっきあの小林さんが大切なことといった権力をきちっと縛るというの考え方ですよね、うんうん、立憲主義に基づき、憲法違反の安保関連法廃止と集団的自衛権行使を容認した7月1日の閣議決定の撤回を目指す。はい、それが一つつ二目はアベノミクス による国民生活の破壊を許さず広がった格差を是正する、3つ目は原発に依存しない社会の早期の実現、再生可能エネルギーの促進を図る、うんえー、不公平税制の抜本是正を進める、うんはい、5つ目が民意を踏みにじて進められるアメリカ軍辺野古新基地建設に反対する、うん、そしてまあ最後は当然野党ですから、安倍政権の打倒を目指すと、これはちょっと政策とは関係ないかもしれまみ、うん。な みんなうか私はこれを望んでたこことだからされねこれ分かりやすくてこれなら俺ぐらいでも理解できるこういうことでまとまって戦うんだって透明を云々言うよりもこういうことでまとまって戦いますよって宮城だけじゃなくて全国で野党共闘にこの6つにしてほしいんだってだから透明で何とかうから何言ってんだっていうさわけの分か ななないいいこことになっちゃゃう,うこのんんか政策協定書でいいじゃんもう「政策協定書」っていう通りすればいいじゃないか <laughs> <laughs> これなんだもんだってあっ透明を応募してるから一応「ゴールデン島」とか出してみるわかんないじゃんみんなでやれば12345 <laughs> 人いるから5票入るからさ、うん、ちょっと宣伝になるかもよ、うん、あそうだね でもこれ公約の電波でそこまで協力するわけにはいかないよいやいや別にだってどうせそれで決めないかもなんでしょどんくらいその民意を受け取るかちょっと面白い決まっちゃったらどうする決まっちゃったらゴールデン島になっちゃったらどうするそうですか書って恥ずかしいみんな東京用紙でゴールデンって書くんです恥ずかしいだろそれお前いいのかこんな話でさあ今日も始めましょう